お前は私を本気で怒らせた。ええ、もう一度よく考えろ。この世で矢を持つにふさわしいキングは誰か。ええ、なぜ最近急に奇妙なものが見えるようになったの。何よこれは。協力して。以上のダメージは。死んだことを後悔する時間をも与えん。ええ、俺は何回死ぬんだ。次はどこから いつ襲ってくるんだ。俺は俺のそばに近寄るな。しかし、くそ、見事だ。これがあなたの能力。もしもし、はい、ドッピオです。自分の実力を過大に評価し、私を追い越せるとうぬぼれたのか。我以外の全ての時間は消し飛ぶ。アリーベデルチ、舐めやがって。え、断る。おう、このボケ。おう、やった、タイミングがあったぞ。え、ああ、コブができてますね。結構大きいですよ。ああ、コブができてますね。結構大きいですよ。痛いよ。結局最後まで僕の言うことを聞かなかったな。なんで俺がおめえの言うことを聞かなきゃなんねえんだよ。やった、ついにボスを倒したぞ。その調子ならもう腕の傷は大丈夫みたいだな。行くぜ。それ以上喋るんじゃない。なんだろうとお前の口の中に入れることができる。人間の肉ってよ、もし食ったらうまいのか。許さねえ。あんたは今再び俺の心を裏切った。よくやったなミスター。それにピストルズも。あんたと一緒なら敵なしだぜブチャラティ。よくやったなミスター。それにピストルズも。また腕を上げたなミスター。実力から言って次の幹部は俺かな。くどいようだ。僕に近づくな。命を生み出す。あ、死んだことを後悔する時間をも与えん。ええ、生まれろ生命よ。生まれろ新しい命よ。ええ、何かわからんが食らえ。ええ、今勝ったのはラッキーじゃなくて俺の実力だぜ。わかってるな。そうですね、僕らの実力の勝利です。ギャングスター、僕はそうなりたい。俺はお前にかけたんだ。最後まで信じさせてもらうぜジョルノ。奴はもうどこへも向かうことはない。特に奴が真実に到達することは決して。死ぬという真実にさえ到達することは決して。無限に。
私の正体を知る者はこの世に存在してはならない。力を貸すのは今回きりだ。次はお前だ。ここでこの流れを断ち切れ。